ナジュムッティーム・アリーブン・ウマル・カーティビー・カズイーニー、あるいはナジュムッティン・ダ・ビー・ラーンは、ペルシア人のシャーフィー派哲学者、論理学者である。論理学者とも称された哲学の専門家で、論理学と哲学において後世に広く、教本として利用される重要な著作を残した。カーティビーは、カズイーニーというニスバが示すように、ペルシアのカズビーンで13世紀初頭に生まれた。 カーティビーは、有名な論理学の手引書、入門を表した哲学者、論理学者のアスイール・ティーンがアブハリーに指示した。当時、イスラーム世界の論理学における筆形書はイブン・シーナーの指示と勧告であり、カーティビーもアブハリーの下でそれを研究し、イブン・シーナーの学説に肯定、否定療法の観点から通じていたという。カーティビーは、同じく、 アブハリーに学んだナスイール・ティーン・トゥースイーが天文台建設にあたって招いた4人の学者の一人でマラーガ天文台の設立とその後の天文台における科学研究に貢献した。長年マラーガ天文台で働いたが晩年は天文台を離れて西社プールの近くにあるジュワインに移りデシノクトブティーン・シーラージーと共にマドラサでの指導をしていた。 ヒジュラ六百675年にその地で亡くなったとみられる。シャムスッティーンのための論考の写本の1ページカーティビーの業績の中で最も大きなものは2つの著作で、一つは論理学教本のシャムスッティーンのための論考もう一つは哲学書の泉の英知である。シャムスッティーンのための論考はイスラーム世界のマドラサにおいて、 論理学教本として広く利用され、それは現代に至るまで続いており、人類史上最も広く読まれた論理学書の一冊とも言われる。それまで論理学の教本といえば、イブンシーナーの指示と勧告であったが、シャムス・ティーンのための論考が読まれるようになると、次第にとって変わられ、15世紀以降、指示と勧告の写本からは論理学の部分が書けるようになっていったとされる。 シャムスティーンのための論考は、イルハン朝の最初シャムスティーン・ジュワイニーに検定したもので、シャムスティーンが位を得た1262年以降に成立したものと考えられる。シャムスティーンのための論考は、英訳にして12005教程度の簡潔な書だが、その短さの反して幅広い内容を扱っており、入門書にもかかわらず、 教えを受けずに読み解くことは困難であったようである。シャムスッティーンのための論考は、イスラーム世界の学者たちが学問に取り組むにあたって、受けるべきとされていた、論理学的な訓練の水準の高さを示す格好の例でもある。カーティビーは、シャムスッティーンのための論考以外にも論理学の著作を多く残している。主なものには、ホラズム社長の進学者ファフルッ ディーン・ラーズ・イーや、アイユー部長の法学者、アフダル・ディーン・フーナジーの著作に対する注釈書があり、それらの書を学び、弟子に教授することを通じて、ポストアビセンナ論理学の視点を持つに至ったとみられる。一方、泉の英知は、イブン・シーガーの哲学大全、知愈の書を提本として商用学派の哲学をまとめた哲学書で、形事上学や自然哲学の教本として、 やはり広く利用された。ありがとうございます。